その元素生命は一人ぼっちでここまで来てずっと長い間過ごしてたってことか。そしたら他の個体と同じようにとっくに刺激になってるんじゃないのか。ここだからこそあれの力を借りてその結末を回避できているかもしれないわ。あれはアビスに対抗する道具で、はるか昔テイワットの亀裂を修復したの。テイワットに属さぬ力を浄化して安定させる力を持っているのよ。その光に照らされた禁忌の知識は別の形となってここで永久に保存される。ええ、まるで石鹸が水に濡れて作った泡のようにね。また変な比喩だけど、なんとなくわかる気がするぞ。草の王はつまり、世界の滅亡は巨大な釘の力によって変化させられ、神霊の中へと隠されているとおっしゃりたいのですね。ええ、近くにあるはずよ。近づいてみましょう。周りの沈殿を取り除かないといけないみたいね。あなたたちならできるでしょ。おう、流面石で沈殿の湧き出し口を減らしてやればいいんだな。せ、難攻不落。はの光は、待て、黒いのが出てきた。様子がおかしいぞ。どういうことだよ。もう浄化されてるんじゃなかったのか。長い時間が経ったからでしょうか。神霊の力は世界の滅亡よりも安定していますが、それでも有効的な力ではありません。長くそれに使っていたわけですから、まだ意識があるとは限らないでしょう。そんな、こっちはまだ聞きたいことがいっぱいあるんだぞ。
私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でもこの方法だけが勝機なのよ。食べ人。いいえ、あなたの判断を信じるわ。私もちょっと軽率だった。他の方法を考えてみましょう。あ、そうだ、この前言ってたよな、あれに含まれてる元素力はあいつらのと同じだって。あれの力を使うの？でも草の王がためらっていらっしゃいます。私もです。本当の使い道が分かる前に使ってしまうことには大きなリスクが伴います。わからない、あれもダメこれもダメ、命を救う大事。気持ちはわかります。でもこれが故郷に帰る唯一の道なのですから、慎重にしなければ。大丈夫よ、喧嘩しないで。消費する元素力については何とかするから。ということで旅人に任せてもいいかしら。私が知る限り、あなたは禁忌の知識に対して不思議な耐性を持っているわ。無理するなよ、おいら心配だぞ。そしてあなたたちは、わしはどれくらい待っておったんだろうか。よかった、助かったみたいだ。草の王が自ら見つけてくれた。ということは、世界の滅亡はもう終わったのか。また小さくなられたのだな。ごめんなさい、そのあたりの記憶は頼りなくて、あなたのことはもう覚えていないの。うん、そうだな、その頼りなき部分のためにわしは存在するのだ。世界の滅亡は徹底的に排除され、それに関連する記憶は不安定な状態となる。そうあなたはおっしゃった。その後も我々一族との約束を覚えていられるかどうかはあなたにも保証できないと。だがあなたは決して約束をたがえないお方だ。あなたのお覚悟に比べれば、わしの犠牲なぞ取るに足らん。これがあなたとの約束だったの？そうだ。あなたはご自身のお力でわしをお守りくださった。でなければ、ここで生きながらえることはできなかったはずだ。しかし実を言えば、もう耐えられん。もっと自分は強いと思っていたのだが。
世界の滅亡の力を前にすれば、誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。比較的安定した記憶を保つために、わしは世界の滅亡の力を別の形に変換しなければならんかった。そのようなことは本来天から降ってきた巨大な釘にしかできぬことだ。その道を選んだわしは、同時に草の王に救われる機会を失ってしまった。わしのことは重要ではない。草の王、本題に入ろう。ご覧の通り、わしはもう長くは持たない。ごめんなさい。わかったわ。ありがとう。ところで、あなたはこれが何かわかるかしら？これは火種だ。僧侶を救うのに必要なものだ。状態も悪くなさそうで本当に良かった。これは当初草の王と我々一族が一緒に作ったもので、僧侶のオアシスの心の作動方法を模倣している。僧侶は世界の滅亡によって長い間苦しめられてきた。その力はあまり残っていない。だが火種を使い、そのオアシスの心を再び活性化させれば、自己回復できるはずだ。そして我々の故郷も元通りになる。オアシスの心はアペプの力の源なのでしょうね。なるほど。道理でこの結晶で直せたわけだ。これがこいつの使い道なんだな。何？わしを救うために火種を使ったのか？そうだぞ。それがどうかしたか？それは、いや、あなたたちの責任ではない。あなたたちは事情を知らなかったのだからな。火種とは濃度の極めて高い元素力を小さな塊に凝縮させたものだ。それは強く、脆い。存在形態が不安定なものだから、不慮の事故を避けるためにも、もう二度と使わないでくれ。私が作ったからには、責任もちゃんと負うわ。心配しないでちょうだい。火種は僧侶を癒す以外にも、オアシスの心と共鳴することもできる。つまり、あなたたちは火種の導きを頼りに、僧侶の在処を見つけられるはずだ。
さあ、行きなさい。ことは一刻を争う。君は？わしのことはいいから、早く故郷に帰りなさい。みんな一緒に帰りましょう。あなただって例外じゃありませんよ。さっきも言ったはずだ。草の王に救われる機会はとっくに失った。草の王、会いに来てくれてありがとう。総理を救うと言ってくれてありがとう。おかげで我々一族の過去は守られ、我々一族の未来も続いていく。この子たちが帰れるだけでわしは満足だ。一番帰郷するべきなのはあの子です。それがあの子の叱るべき結末です。これがあの子の残した小さな光。感じます。あの子の知識と感情、すべては元素本来の姿に戻り、他の家族たちと一体になりました。悲しまないでください、みんな。あの子の願いは叶いました。今はとても幸せなはずですよ。見た目は重要じゃない。そうよね。見た目は重要じゃありません。故郷が救われ、家族が再会する、それが何よりも重要です。帰ろう、故郷に。故郷に。近くよ、ついてきて。もうそう遠くはないはず。
時には近く、時には遠く。これはアペプからの警告よ。向こうもすでにこちらに気づいている。間違いないわ。あれが蒼龍のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ、世の領地を離れなさい。一面に広がる黄砂の中で、何時らのようにか弱き命は生きてゆけぬ。あなたを救いに来たわ、アペプ。救いなどいらぬ。特にブエル、何時の助けなど。何時はアモンと同じく種々の間しか存在していなかった。だのに天からの意向を借りてこの地の主を自称する。何時の進む道を見てみるがよい。何時も最後には腹鉄を踏むだけだ。神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今のあなたは弱っているわ。恨みを今だけ忘れることはできないの。
今だけ忘れる。愚かなブエル、世を癒したとしても感謝はせんぞ。汝はスメールと七国を滅ぼす巨竜をよみがえらせようとしておるのだ。
あなたは病にかかっているだけよ。さよう。時間は不治の病であり、すべてのものを死なせる。ただし、世の病は重篤だが、頭は冴えておる。何時らに妥協した古代の竜とは違うぞ。そこまで頑なにならなくても、私たちに必要なのは対立ではなく真実よ。真実か。これぞ知恵の神の逃れられぬ檻。世はすでに真実のために悲惨な代償を支払った。何時も遅かれ早かれ同じことになる。経験した後の姿なの。とても悲惨ですが、これも一種の適応です。家族の多くは逃げられませんでした。そして世界の滅亡を生き抜くために形態を変え、この子たちは今の姿になりました。本当に戦わないといけないの？おい、お前ら話せるか？助けに来たぞ。ただ生きていくためだけに力を尽くしたのね。火種に引き寄せられたんです。この力だけが苦しみをしばし消してくれます。ただ生きて、生きるためのエネルギーを探す本能だけが残って、他は全て適応の過程で捨てられました。これが近畿の知識。もし近畿の知識がテイワットで暴走したら、私たちの世界もこんな風になってしまうのね。陸に打ち上げられた魚たちは世界中を探し回っても一滴の水も見つけられない。手加減してくださいませんか。その子たちは悪くないんです。ただ生きたいだけなんですから。岩山八九
逃げ道はありません。手をつなぎましょう。稲光、すなわち永遠なり。力尽きたみたいだな。しばらくは攻撃的にならないだろう。あいつら帰りたい、故郷。ええ、分かっています。蒼龍の体内から離れるのも不本意だったのですね。元素力の状態に戻してあげられないかしら。長年苦しめられてこんな姿になって、外形がこの子たちの枷になってるみたい。火種、ね、あるいはアペプのオアシスの心だけがこの子たちを救えるわ。だけど火種を使うことは大きなリスクを伴う。そうですね、火種はもう使えません。僕たちだけ卑怯ダメ。なかなか難しい問題だぞ。ちょっと考えさせて。いいわ、やっぱり火種の力を使いましょう。この子たちを砂漠に残すなんてかわいそうだもの。心配しないで、これは私が決めたことだから。たとえどんな結果になったとしても私が背負うわ。消費される元素力は多くないのだけど、火種が不安定になってしまうことだけがちょっと心配ね。でも私の元素力でちょっと固めてあげれば問題ないはず。ありがとう、わがまま、ごめん。ありがとうございます、草の王。あなたたちにとって一番重要なのは故郷に帰ることのはずよ。今までたくさん経験を共にしたからもう分かったわ。それにあなたたちを守るだけでなく、あなたたちの経験したことを根拠にアペプともう一度お話ししたいの。何せあの巨大な蒼龍もあなたたちの家族のはずでしょ。私はあなたの味方ですよ、草の王。あなたから受けたご恩は一生忘れません。そう、そう。ありがとう。じゃあ始めるわね。故郷に帰りましょう、みんな。もうすぐ帰れますよ。無数の知識と感情が私の体中を流れています。みんなも興奮していますよ。こんな短い時間で本来なら長い時間を要する成長を遂げられるなんて。お前はみんなの期待を背負ってるってことだぜ。やっと故郷に帰れます。それじゃあ出発しましょう。最後の旅路へ。
さばきの雷槌全部丸見えね。切りました。難攻不落。釈迦。はい。さばきの雷槌。それにアペプを見つけて終わりじゃないわ。ソウリュウの体内にある世界にも入らなくちゃいけないんだもの。アペプ自身の協力なしではできないことよ。でもあんな態度じゃどうやったら協力してくれるんだ。試してみましょう。アペプ、私たちの立場は違うし、世界と秩序についても違う理解を持っている。けれど、私もあなたも元素力から生まれ、近畿の知識に深く毒されていたわ。私たちの本質は同じで、同じ敵と対抗しなければならない。だから、偏見から交流を拒むのは良くないことだわ。ソウリュは本当に聞き入れてくれるのか？あなたが何を考え、誰を恨み、その恨みから何をしたか、私は気にしていない。まして、感謝してほしいとも思わないわ。救うために来たの。あなただけじゃないわ。あなたの民も、私の民もよ。あの子たちは故郷を離れてから、ずっとあなたを救う方法を探し続けてきた。あの子たちは、故郷に帰りたがっているの。すべてが終わった今、すべての恨みは状況を改善するのに何の役にも立たない。対立よりも、あなたが育んだ命と向き合うことを選ぶべきだわ。返答がありませんね。あなたがどうしても行きたいと思うのは、あの世界をまだ諦めてないからでしょ。
私より知ってるというならば、何のために生きて、何のために恨んでいるのか、ちゃんと考えて。うわぁ、吸い込まれるぞ。お願い、みんなの安全を守って。私たちを故郷まで送ってちょうだい。無事にここに来ていることだけは保証できるわ。ただ、入るところがちょっと違ったかも。じゃあ、この先を探してみようぜ。オイラ、すごく心配だぞ。ええ、でもきっと大丈夫よ。彼女の腕を信じていいと思うわ。それはわかってるけど、なんだか落ち着かないんだ。な、早く行こうぜ。あいつがこの先にいるかもしれない。これがオアシスの心のはずよ。火種を使って灯せば、アペプの元素力を補充できるわ。そうすれば、体内の破損した部分も少しずつ回復し、健康になっていく。じゃあ、早く灯してから旅人を探そうぜ。ええ、わかっているわ。ちょっと待って。え、なんでだよ、火種が砕けた。こんなに不安定なものだったなんて。なんでだよ、そこまで使ってないだろう。私にもわからないわ。もしかすると、火種が守れるのは、一人だけなのかしら。でもあの状況で、もし全員に力を使わなかったら、みんなどこに飛ばされていたかわからないわ。それにしても、すぐに砕けるなんてことは起こらないはずなのに。もしかしたら?この火種を作った当時、私は比較的弱っていたのかも。つまり、砂漠を救ったあの頃、
そんな、いや、それはともかく、火種が砕けちゃったらここまで来た意味がないじゃないか。ナヒーダ、他に方法はないのか。おいらも一緒に考えるぞ。私は心配ないわ、タイモン。責任は私が取るわ。火種の本質は高濃度の元素力の塊だということなの。元素生命と私の元素力には微細な違いがあるけれど、キノコンに変身した時に触れられたわ。あの力を模倣して自分の力を加えれば、火種と同じ役目を果たせるはずよ。火種になるってこと？ええ、とても力を使うことだけど、砂漠の時ほどじゃないはず。でもまた小さくなるかもしれないわね。え？もっと小さくなるってどうなっちゃうんだ？草か枝になるわ。つまり生まれたばかりの姿に。成長する過程を逆転させれば、私は限界を超える力を発動できる。でもたくさん失っちゃうんだろ。見た目だけじゃない、感情とか記憶とかだって。大丈夫、命が危ないアペプに比べればそんなのどうってことないわ。絶対ダメだぞ。きっと他の方法があるはずだ。それにお前がそんなことになったらスメイルのことはどうするんだよ。ことが終わったら、パイモンと旅人は私をスメイルの土に植えてちょうだい。そんな姿になってもちゃんと森を通じて世界と交流できるわ。ただあなたたちにはしばらく見えなくなるだけ。そんな、もし旅人がいたらあいつだって絶対止めてたぞ。いや、責任を負う方法がこんなことだって知ってたら、オイラたちは最初から絶対認めなかった。ごめんね、パイモン。私たちの選択肢はあまりないのよ。翼が折れて落ちた鷹は、みんながみんな再び空を飛べるわけじゃない。だけどリスクを犯さなくては空には永遠に届かないわ。ダメだ、そんなの絶対ダメだぞ。火種が砕けてナヒーダが。分かっています。それが唯一の方法だと草の王がすることはありません。私たちは長い長い旅の中で成長した。故郷に帰るために成長するのならば、それも本望。手伝っていただけますか？どうなるか分かっていたのに。あなたたちが学んだ知識、言語、そして感情は全て純粋な元素力へと退化するわ。
新しい故郷にはあなたたちの足跡はどこにも存在しない。誰一人あなたたちを覚えていない。あなたたちの望む帰郷は本当にこういうことなの？草の王、悲しむ。ダメ。草の王の故郷、ここ、違う。僕たち、故郷に帰った。草の王、一緒、故郷に帰る。お願い、みんなの願いを感じて、目を覚まして。光すなわち永遠なり。はっ、ふっ、ふっ、ふっ。剣女盤石。せっ、ふっ、え、はびこれ。し、やっ、はっ、ふっ、見切りました。はありません。手をつなぎましょう。さばきの雷。奴らの知識、記憶、感情はすべて逆転し、力となり解放された。もちろんもう答えることはない。数えきれないほど長い時間を共に過ごしてきた守護者は、今や奴らと同じでただ世の元素力となった。あやつらは融合し、一体となって、また再び生まれ変わる機会がある。
悲しむ必要などどこにあるというのだ。違うぞ、同じなわけないだろう。ダイモン、私たちとアペプが理解し合えることはないわ。でもアペプ、あなたが回復してくれさえすれば、他のことについては深追いするつもりもない。この状態を維持していればスメールの安全が脅かされることはないもの。力が戻れば怒りも増すかと思ったが、今感じるのはとっくに忘れ去ったはずの穏やかさのみだ。禁忌の知識は知らずのうちにあなたを変えて、その怒りと恨みを増幅させたのよ。返す言葉もない。世界の外から来たあやつをこれ以上ないほどに恨んでいるが、何時と何時の民を滅ぼしても意味がない。だがそれでも、世は立場を変えたり何時と関わったりするつもりはない。何時もまた無限に膨らむ好奇心によって命を落とせば、その時は心底から軽蔑し嘲笑ってやろう。本当に口の悪いやつだな。あなたの選択を尊重するわ。そして二の舞は演じないと私たちが証明してみせる。ねえ、あなたが休養に入る前に最後に確かめておきたいことがあるの。どうやって禁忌の知識と関わったの？話せば長くなるが、遥か昔、我らはあれこそが天理に勝てる唯一の力だと思った。竜王が世界の外から手に入れた漆黒の力は我らを導き、外来者が定義した秩序に抗う手段になると。空前絶後の戦いがテイワットで繰り広げられた。その悲惨さといったら、危うく世界全体を崩壊させるところだった。勝者は世界を形作る権利があるが、敗者は灰となるのみ。だが竜王が逝去された後も、世は局面を逆転させる方法を探すことを諦めなかった。粉々になろうとする世界の境界線で、より多くの禁忌の知識を得ようとしたが、それもまた天から落とされた巨大な国によって差し止められた。スメールの天地異変は、竜の時代はすでに終わったと告げているようだった。
でも、あなたは諦めなかった。そうでしょ？アモン。つまり、アフマルのことがあったから。そうだ。その後、アフマルはナブマリカッタの助けのもと、その力を手に入れた。やつは野心を膨らませ、我が領土で強く栄えた国を作ろうとしておった。軽蔑はしたが、世はそやつの行動を黙認した。その代わり、やつの死後、そのすべての知識は世のものとなる。それでも心の底に心残りがある。当初竜王が帰ってきた頃、世界はすでに変わり果てていた。一部の竜は汝らと近づきすぎて、世界を奪われた恨みをも忘れてしまった。一部は戦死し、骨しか残らなかった。一部は傷を負い、逃げることを選んだ。竜王の鱗と意志とは、世にとって未だに心の中で不滅の光を放つものだ。この命尽きるまで、ついてゆく。あなた、狂ってるわ。アフマルが誇った国が滅んだとき、世は約束通りあやつを飲み込み、その元素力を吸収した。だが、そうして手に入ったものは成果ではなく、世界の滅亡だった。あやつの知識を分析する暇もなく、苦しみに耐えるのに精一杯で、力が尽きてしまった。それでも、あやつの狂気は世以上であったと思うがな。それが世界の滅亡の由来か。その件については、あやつにはめられたと認めざるを得ない。世はあやつの計画の最後の保険に過ぎなかった。小さなブエル、そしてナンジナル、引き続き進むがいい。世はずっと見ておるぞ。天理の大切にしておる命が、一体どこまでできるのかを。よくわからないけど、無事に送り出されたみたいだぞ。健康に回復するまでにはまだ長い休養が必要なの。
ペプの本性は初めて会った時のように乱暴じゃなかったし、直してあげたら理屈が通じるようになったわね。病気の時は切れやすいものだからな。なんかすっごく大きな事件を解決できたのに素直に喜べないぜ。そうね、再び生まれ変わる機会があったとしても、旅の記憶も故郷への感情ももう二度と戻らないわ。一つ一つの成長は唯一無二なんだもの。このかけがえのない感情の積み重ねこそ大きな力に逆転できるものなんでしょうね。はあ、家族のいないところなんか故郷って呼べるのかよ。家族、そうね、あの子は家族を残していったわ。あの2匹のキノコンはまだ帰りを待ってるかもしれない。そうだな、戻ってみようぜ。こんな複雑な事情どう伝えればいいかわからないけど。ただいま、戻ってきたわ。ニャンニャン、本当にごめんなさい。あの子は故郷に帰ったの。もう長く戻ることはないわ。悲しまないで。あなたたちを守るためだったのよ。幸せになってほしいって。ヌールは大切な家族だって、あの子が言ってたわ。ヌールはあなたの名前。そうでしょ？よかった。少なくとも足跡を残せたわね。この子たちはまた巡り会える。いつかきっと。
ー